エルタヒンの一図エルタヒンは古典気候期から五古典期前期まで繁栄した採取センターであり世界遺産に登録されている高校遺跡の一つであるベラクルス州パパンテカ3階の脇パパントラの町の南西 8km にある2つの渓谷の間の北緯20度38-35経九97度22-39の地点に位置するエルタヒンという名称は タヒンと呼ばれる12人の老人がこの遺跡に住んでおり、彼らは雷雨の神であるという地元のトトナク族の神話現象に由来している。前述のように現在トトナク人が近隣に住んでいるため、トトナク人の建てた都市とされてきたが、最近の研究の成果に伴いマヤ系のワステカ、人によって建設されたものではないかという説が有力になりつつある。エルタヒンの存在は、 1785年にスペイン人技術者のディエゴ・ルイスによって初めて報告された。その後、1811年にドイツ人の地理学者で自然科学者であるアレクサンダー・フォン・フンボルトが訪れたのをはじめ、博物学に関心を持つ旅行家のファーザー・マルケス写真家のテオベルト・マーラー、画家のチャールズ・ネーベルなどが訪れている。ネーベルは 版画を1839年に公表している。エルタヒンの石彫りの図像研究を最初に行ったのはエレン・スピンデンでその成果は1930年代の初め頃に発表されている。アウグスティン・デラベガが壁岸のピラミッドの補強をはじめとしてエルタヒンの建築物と石彫りについての修正を作成している。1939年からジョゼフ・グリシャパイオンが エルタヒンの北半分に当たる多品チコのうち、南側の低い部分にある建造物 A、B、C、D、K とその南側に見下ろす位置にある壁岸のピラミッドをはじめ、3、4、5、15、23号の11箇所の建物の補強と復元を行った際に、建物の相違的な前後関係と、テオティワガンの建造物との比較研究を行っている。河原家の研究は、 ウィリフリット・デューソリエによって1939年から始められ、その成果は1945年にイナの年報で報告されている。その後クローザーによって1970年代にまで受け継がれ、土器の出土量から人口の推定も行われた。さらに1984年にイナとベラクルス大学によってプロジェクト他人として測量。 発掘調査を含めた全般的な調査と壁画のピラミッドの修復が行われている。エルタヒンの移行配置図エルタヒンの居住は、先古天気後期から元古天気頃に始まり、前世紀にはその中核部59ヘクタールに及ぶ都市に発展した。エルタヒンを支える広配置には、数千ヘクタールにわたって集落が散在していた。先古天気後期から玄古天気並行の時期には、 壁岸のピラミッドと建造物4号の仮想神殿が作られた。エルタヒンの建築活動が盛んになるのは古典期前期からで、この時期に南半分の建設活動が行われた。その段階では主軸方位は北から東へ20度ずれた方向に建造物が作られた。青いピラミッドと称される建造物3号が壁岸のピラミッドの前に作られた。 古典期前期のエルタヒンの中央部には大広場が設けられ、広場の東西南北はアロヨグループと呼ばれる18、20、19、16号の4つのピラミッド神殿に囲まれている。その周りには2つの球技場をはじめとして北から東へ20度ずれた方向通りか垂直方向に建物が築かれている。この時期の建物は表面に石を張った内部に、 瓦礫のような重点物を詰めていて、先古天気終末頃の遺物を含んでいる。古天気中期になると、多品地区を中心とした北半分が、建築活動の中心になり、建物の主軸方位は、主として東へ45度傾いた方向に変わっていく。北の球憩場、グレートエキシーカルコル雪が、多品地区から東へ見下ろす位置に作られるが、主軸方位は同じである。 多品チコ自体は王や貴族、神官などの支配階層の居住区として南半分からは意識的に切り離す形で建設された。南側では壁岸のピラミッドがこの時期に完成している。エルタヒンは古典気候期から終末期にかけて前世を迎えた。その当時は人口2万人に達したと推定され、エルタヒンが建設された谷の低い部分や多品チコの 低い部分が埋め立てられる大規模な整地工事が行われた。そのような整地工事が行われた際には古い建造物が埋められたり、その材料が使われた。例えば、多品地庫の中段にあたる基段を調査すると、重点物の中から古天気前期の土器が出土するのはその恒例である。この前世紀の年代については、整地工事の行われた年代は考慮されていないものの、 ブリュッケマンによる復元調査プロジェクトでベラクルス州各地の古典ベラクルス文化の初遺跡の年代から検証された紀元800年から1150年という年代が与えられている。この年代は1930年代後半に行われた発掘調査によって創意が検証されて作られたエルタヒンの変年とも一致している。多品地は継続的に造成されたと思われ、 分厚いコンクリートの覆いの中から古典気候期から終末期を中心とする多量の土器が検出される。しかし、この前世期の直後、支配階層の宮殿などの建物やそういった建物に施された漆喰の浮き彫り、宗教的に生とされる空間、記念碑、支配階層の権威を表す基団の上に建てられた石碑、石彫りなどが意識的に破壊されたり、 引っこ抜かれて別の場所に移動もしくは廃棄されていることが分かっている。エルタヒンの遺跡の表面では古典気終末期から5個天気の土器が拾えるが、エルタヒンの周辺部の居住区に伴うものと考えられる。5個天気の終わり頃になると、エルタヒンの南半分の周辺部分にある建物が使われたことが分かっている。エルタヒンの南半分に対し飛行差30メートルを 用いていることが挙げられる。かつてそのような神殿の外壁には漆喰が被せられていた。エルタヒンの階段状ピラミッドは表面を霧石で覆って内部に土と荒石を用いて長方形のエルタヒンのピラミッド基段は石灰岩で作られ石材をつなぐ目地部分には一種のセメントが用いられ建物全体は大抵赤色に塗られたが 黄色や青が使われることもあった。建物の継ぎ目などからはみ出そうとしているセメントをバスケットや木の葉を使って押し付けている痕跡を見、建造物を作る際の土やセメントを運ぶのにバスケットを使っていたことを伺わせるものである。両脇に欄干状の施設を持つ階段が正反対の方向に体になって作られ、欄干の部分には階段状の文様や格子状の文様が施された。 階段の真ん中部分には建物のタブレロ部分を真似たような壁画を持つ施設が何段にもわたって作り付けられている。この作り出しは構造的には神々の衣類会、天界など聖なる場所へ向かっていく儀式に使われた施設と考える研究者もいる。このような建造物の特徴はエルタヒンの衛星都市と思われる遺跡やベラクルス州の古典期の遺跡に見られる。また、王、 貴族、神官などの支配階層の居住区内し行政的な機能を持つと推定される施設の建物の近くには球儀場が設けられている。球儀場は壁面が直立しているもの、壁面が斜面になっている部分の上に垂直な部分、設けられているもの、二つの基団が向かい合っているものなどが見られる。しかし、ボールを入れるための輪が見られないため、マイケル・コーなどの研究者は、 アチャがその代用として、球技場の特典をつけるために置かれた標的だったのではないかと考えている。多品地コは小高くなった自然地形を利用し、テラス上に小高くなった自然地形を利用し1メートルごとに幾層にも積み重ねられて、この都市全体で最も壮大な支配階層の居住区及び行政的な建築物が集中している。 多品地庫の建物の表面はアスファルトで塗り固められている。エルタヒ品の建築物には、もともとは塗色されており、他には装飾として、壁画、レリーフが施されている。大抵は赤く、建物を塗っていたが、建造物3号に見られるように青を全体に塗ったり、部分的に青や黄色が使われることもあった。その他には、幾何学的な文様や壁画を強調する場合に、色を 対照的に使い分けていることがある。壁岸のピラミッドは、6段の木段を持ち、現在高さ20メートルが残存している。建造時の古典基中期から、後期の段階では、もっと高く、全体的に赤く塗られていて、欄間部分は青く塗られていたと考えられている。現在は失われている木段の上にはもともと神殿が、アリソの壁岸の数と木段のタブレロ部分の壁岸の数、 さらに入り口部分の壁岸の数を加えると365になり、それぞれの壁岸は太陽暦の特定の日を表していたと考えられ、それぞれの日に宗教的な意味合いがあるために象徴的に赤や青などの色で塗り分けられていたと考えられている。内面、外面及び階段全体は漆喰画法や乾いた石膏に色を塗る技術によって多彩色な壁画で彩られていた。 壁画のピラミッドの周囲からは、マヤの王に告示したような正面を向いた王の姿を丸彫りにした石彫りが検出されたり、エルタヒンの先祖の王が神々に噴している姿や、神聖な儀式に関するレリーフが刻まれた石板が集中していることから、研究者たちは一種の聖域であったのではないかと考えている。壁画の題材は、階段上の雷文や、 渦巻き文様のような幾何学文だけでなく、数は多くないが神々が人間の姿を模して描かれたるような神話のような一つの物語を表現したもの、歴史上の出来事を表現していると思われるものも見られる。壁画の夕品は、主として多品地庫にある貴族階層が使用した建物の内壁に見られる。壁画が詳細に描き込まれた建物は重要なものであったと考えられる。 一番保存状態が良好なのは、多品地庫の建造物 J の中央部にある、支配階層が会合に使ったと思われる、有事上の部屋にある壁画である。描かれているものは超自然的な存在であると思われ、羽毛付きの頭飾りをした、神とマスクをつけた、神が交互に組になって描かれている。また、本来どこの場所にあったのかはわからないが軍勢が、上りや槍を持ち行列を作って、 意義を正しているような場面や、儀礼の際の重要な持ち物を持っている人物が、並んでいる様子を描いた壁画の破片も存在する。カエルのモチーフの、ヨーク。実際に球銀に用いられたヨークは木製であった。エルタ品の建造物、石彫り、土器、土偶などの土製品は、塗色したり、二重の輪郭線を用いたり、浅い浮き彫りを施している。渦巻きや曲線を用い対象や、 羽毛などが彫刻や壁画に描かれた人物がまとう頭飾りや衣装につけられる送信具として描かれるほか、建物や動物、植物を表現したものも見られるが、いずれも儀式や神々を表現する文脈で描かれている。エルタヒンでは破壊や口述するような建物の更新が行われたので、石材の中には再利用されたり、元々の場所から、 遠くまで動かされたと思われるものが見られる。例えば、神殿の階段の基部に投げ捨てられたような状態で発見された玄武岩を用いた石柱などが、マヤ遺跡で見られるように独立して建てられた石堀も、球技場を含め遺跡の中散見される。放置する円柱の館や球技場には壁面に埋め込まれた見事な彫刻が見られ、特に南球技場のものは圧巻である。 エルタヒンの土器と土偶、編集戦古典期末段階で古典期のエルタヒンの特徴的な香りを含むネガティブ技法の素型になる瓦家がトレスサポーテスやセロでラスメサスで現れる。古典期前期から中期の聖地層にテオティワカン独特の円筒型三色土器やカンデレロなどと一緒に黒色土器が共犯している。 香りを含む白い下地をネガティブ技法によって黒く塗られた表面から浮き立たせる。この土器はこの時期普通に使われ5個天気まで続く。土偶については土が充填されている内肢内部が空洞ではない土偶である。黒色、大々色、赤色に木面が磨かれ公園部が花を開くように外反する平底の鉢や荒と呼ばれる巨大な亀がいる多品を 含めたベラクルス地方の広い地域にわたって、普遍的かつ多量に出土する。荒い外面を持ち赤みを帯びた大々色で、平底のたらい状の土器は、トロティージャを食べるために用いた器と考えられ、時期が降るにつれて、内面を塗食しなくなる。支配階層の居住区から休憩をしていて、小生の良好な態度で作られた三色土器が見られる。そういった土器の外面には、 数字や名前と一緒に、儀礼の方法を表現したと考えられるレリーフが刻まれていることもある。破片としてよく発見されるのは、底部の再編、底部から胴部にかけての部分、塗色され、磨かれた型の部分などである。古天気の週末から5古天気にかけては、態度の良質で、木面をまず白く塗ってから橙色に塗り、表面をかき落として、 下塗りの白い色を黒線状に見せる瓦形が作られる。土偶は鋳型を使うようになって、中空になっているものが目立つようになる。また、サンランツと呼ばれる微小を浮かべたタイプのものが、エルタヒンとパパロアパン流域を中心に分布している。ここ天気独自の土器としては、工述する円柱の館から、エルタヒンの壁面彫刻に見られるように猿や、ヨーテなどを描いた。 多彩色時や薄手で公園部の開いた赤字黒、彩り鉢などが多く見られる。五個天気の終わり頃には、ベラクルス州北部からタマウリーパス州など、いわゆるアステカ人が住んでいた地方で見られる。公園部の開いた赤字でクリーム色の文様の施された鉢が目立つようになる。エルタヒンの宗教、世界観を最もよく示すものは、旧儀に関する儀礼の表現である。 エルタヒンに見られる、球技関連の表現は、メソアメリカ全体から考えても、非常に特徴的である。他地域の大規模な遺跡でも、通常数箇所しかない球技場が、エルタヒンでは17箇所あることからも伺われる。その理由の一つとして口実するように、球技自体が重要であるということのほかに、エルタヒンの王が、代替わりごとに、すでにある建物やプラザを更新した際に、 新たな建物以外にも旧儀場を作っている様子が伺われる。古典期中期には北旧儀場の一連の儀礼について刻まれた名の知られない王によって建造物4号や壁画のピラミッドなどが作られたと考えられる。南旧儀場の壁面デリーフに刻まれた王は南旧儀場、神殿5号。 旧儀を観覧する建物である建造物15号と一体一連の建物と建造物13号と14号で構成される旧儀場を建設した。13兎と呼ばれる王の時代に多品地庫の東側の麓に位置する大旧儀場と円柱の館が築かれた。建造物19号やアロヨグループと建造物34号と35号で構成される旧儀場は一体のものであって、 古典期の終末つまり、エルタヒンの前世期の終わり頃に更新、つまり建て直されている。エルタヒンは、おびただしい量の石彫りや建築物の浮き彫りなどに、古典期ベラクルス文化における、当時の宗教、イデオロギー、生活の様子など通常は、型として残らない情報が見られるために非常に貴重な遺跡となっている。パルマ、球技の道具で腰につける。 ヨークの正面部分に取り付けられた。こうによると斜面鳥などの鳥をかたどる例が多く、見られるというエルタヒンで見られる球技の儀礼は、球技場がエルタヒンの後輩地にあたる遺跡でも数十箇所、確認されているのみならず、地理的にも広い範囲に普及していたことが、クビキ、パルマ、アチャといった石彫りが、メキシコ湾岸の北部や中部全体にわたって、確認することができることから伺われる。 例えば、エルタヒンに先行する、主な湾岸の都市の一つであるエルピタルでも、数多くの球技場や球技に対する信仰を示す、レリーフを伴う建造物や遺物が見られる。エルタヒン及びその近隣地や湾岸定地には、支配階級の墓の副葬品を中心に帯びただしい、量の球技に関連する石彫りが発見されている。さらに、アメリカ南西部地方の文化圏に属するチワワ州の、 カサスグランデスや、ホホカムの都市遺跡スネークタウンなどをはじめとして、いくつかの遺跡に、球技場や球技に使われた道具も見られることから、それらの遺跡の支配階層に対して、エルタヒンをはじめとしたメソアメリカの球技のシンボリズムや、イデオロギーの影響力が、いかに大きかったか伺うことができる。このような球技に関連する石彫りは、即位儀礼をはじめとして、王の権威を示す儀礼や、 王の死後の世界での地位を示すもので、三種の神器のような王の権威を示している。一方、エルタヒンでは、球技を行う際に腰につける防具を表す、ヨークの石彫りの確認数が少なく、建物の瓦礫の中から発見されるものなどがある字になっているが、このような球技関連の持ち運び可能なタイプの石彫りが少ないのは、エルピタルや他のベラクルス文化の遺跡のようには、 支配階層の墓についての発掘調査が進んでいないためであろうと考えられている。エルタヒン南球技場北東壁のレリーフ。生贄に捧げられる球技者とまさに生贄を行おうとする球技者の姿をした、神官内市王も、ヨくクとパルマをつけている。生贄にされようとする人物の上には生贄を受けようとする死の神が待ち構えている。 エルタヒンの球技の特色と理念については、南球技場の南北に向かい合った壁に、南東隅、南西隅、北西隅、北東隅、北壁中央、南壁中央の順に6つの連続する場面を表現した壁面彫刻に表されている。第一の場面、編集。左側の人物は3本の矢か槍のようなものを持って、座り、中央に立っている人物にその武器を渡すか。 受け取ったかのような仕草をしている。右側の人物は座って半分手を上げるような仕草をしている。手のひらは中央の人物へ向けられている。ビルカーソンは戦争と捕虜の捕獲の準備をしているのではと考えている。二番目の場面、編集次の場面は楽器を持って向かい合った人物と鳥類に紛争した人物、中央の台に横たわった人物、 骸骨か死神のような空を飛んでいる人物が刻まれている。左側の人物は二つのマラカスのような楽器、おそらく粘土でできたソナジャと呼ばれるものを持ち、右側の人物は棒で打ち鳴らすタイプの打楽器、おそらく亀の甲羅を加工した木魚のようなティパナストリーと思われる楽器を持っている。鳥に紛争した人物は横たわった人物の台の後ろ側に立っていると思われる。ウィルカーソンは 球技の前に幻覚誘発剤によって幻覚状態が起こっている様子を描いているのではと考えている。3番目の場面、編集3番目の場面は4人の人物と壺から姿を表した骸骨のような人物が刻まれている。向かって左から2番目の人物と3番目の人物が向かい合っていて腰にヨークとパルマをつけた球技者の姿をしている。三番目の人物は 意見家に用いる不倫とか黒曜石のナイフと思われるものを左手に振りかざすように持っている。二番目の人物は腕組みをし、二番目と三番目の人物の間には交差した腕と円形の文様があり、円形の文様は向かい合った二人の足元に刻まれている。三番目の人物の背後には大きな耳があることから犬かジャガーと思われる頭をつけた人物が球技場の基段の上に片膝を ついている。犬ないし、ジャガーの頭をした人物の背後には、仕切りがあり、休憩の壺から、骸骨のような人物が姿を現している。これは、一番目から四番目の場面に共通して現れ、死神や死の世界を表していると考えられる。ウィルカーソンは、この場面については、1986年の段階では、球技場で競技者同士が話し合う場面としている。四番目の場面、 編集4番目の場面は4人の人物が刻まれている。右から2人目の人物は3番目の人物を生贄にしようとナイフを首に突き立てている。右から4番目の人物は生贄にされようとしている人物の腕を掴んで抑えている。犠牲にされようとしている人物の上には死神、ウィルカーソンの言う金星神と思われる骸骨のような人物が待ち構えている。ウィルカーソンは 右から一番目の人物は雨の神ではないかと考える。五番目の場面、編集五番目の場面には四人の人物が刻まれ、一番左端の人物は右腕に丸い壺を抱え、蛇のように曲がった杖とまっすぐな棒を持ち方飾りをつけた雨神と思われる人物を見上げると同時に着モールのように仰向けで膝を曲げた人物を指差している。着モール様の人物は、 プルケシュの入った巨大なプール、おそらく、オミトコマトルと呼ばれるプルケシュの醸造層に蓋がされた、上に横たわっている。雨神の後ろには、風の宝石の飾りをつけた風の神がいて、両者は醸造層のある神殿の屋根の上に座っている。この醸造層の脇には、地下世界の名称を表す流絶乱と山を表現する絵文字ないし半字絵がある。これについて、ウィルカーソンは、 年代記作者サー軍が言う伝説上の阿波の山であると考える。この場面全体は月を表す絵文字というより半字絵を含んだ盾の文様体で左右を区切られ、その外には大腿骨を表す半字絵を含んだ文様体があり、さらにその外側には金星を表す絵文字ないし半字絵を含んだ文様体が両脇にある。上の方にはプルケシュの神の顔が 中央に刻まれ、胴体が二体文化を対象に寝そべって、片足を上に上げた姿勢で刻まれている。プルケシュの神の顔は二人の人物が横顔を突き合わせたようにも見える。プルケシュの神が刻まれた文様体はその次の場面にも見られる。その代わり、これまでの四つの場面で左右どちらかに刻まれていた地下世界と死神を表現した部分が最後の二つの場面には見られない。 6番目の場面、編集6番目の場面でもプルケシュの醸造層のある神殿が中央に刻まれている。屋根の上にはウィルカーソンが風の神と考える丸い盾を持った人物が座っている。醸造層の中には魚のようなヘルメットもしくは被り物をした人物が座っている。醸造層の脇には雨の神が股を開いてしゃがんでいる。雨の神の上には ウサギの頭を持った人物が空を飛んでおり、ウィルカーソンは月であると考える。雨の神は自らのペニスに棒のようなものを突き刺し、あたかも魚の被り物をした人物の顔に向かって地下生液を振りかけているように見える。この地下生液と考えられる液体がプルケシュに変わると考えられ、言い換えれば甘神の自己犠牲によってプルケシュが生み出されると考えられていた。 旧儀はメソアメリカに古くから伝わるものであったが、エルタヒンでは、金星が良いの明星の後に9日間現れないことがあり、それは神々が展開で行っている旧儀で、金星が負けるために現れなくなると考えられていた。その後、金星が明けの明星として、再び現れるためには、地下世界にいる金星の神を元気づけるために生に家を捧げる必要があると考えられ、 そのためには、プルケシュの神に嘆願するのが良いと考えられていた。そのため、五番目のように雨と風の神のいる地下世界に生贄を送ると同時に、プルケシュを求める場面が刻まれたと考えられる。実際に球儀が行われたことを表す一番目から四番目の場面は、戦争、捕虜の獲得、生贄という行為と同様に金坊氏が、研究上同じ位置に来る五百八十四日の、 会合周期に従って行われたと思われる。エルタヒンの支配者は、戦争、捕虜の獲得、生贄という行為を、マヤの諸都市国家が、金星の動きを見て、戦争を行ったように、他の支配階層に属する人物を、球技者として捉えて犠牲に捧げることによって、自分の地位を固持するとともに、軍事的な威信を高めたと考えられる。 多品地コの宮殿 A の正面の飾り階段とアーチを伴って内部に入る階段 L ヒンの人々は、球技場で神々の役を演じながら、球技を行うことによって神々と接触し、交流することができると考えていたようである。例えば、腰の上部につけるための木製の見事な彫刻の刻まれた防具であるヨークは、しばしば地下世界に住む怪物を描いている場合が、 ありちか世界の入り口、すなわち、死の世界の入り口を象徴していると考えられ、アチャは斬首された頭を表現し、パルマは儀式における犠牲を表していると考えられていて、球技には神々の神聖さと自分たちの世界、世俗性、死という犠牲の代わりにもたらされる恵みといった二元的な観念が連続するものという思想があった。エルタヒンをはじめとするメソアメリカの球技は、 基本的には球技を行って、片方のチームの球技者を生贄に捧げることによって、神々の住む世界と宇宙の秩序が維持され、それによって、トウモロコシをはじめとする作物の収穫が保証され、そのことは同時に、自分たちの繁栄に直結するものと受け止められていた。興味深いのは、多品地区の宮殿 A は、中央部に建物を囲む2階建ての建物に、 囲まれているが、その正面には急であるために登ることが不可能な飾りの階段がある。その階段の真ん中はくり抜かれ、持ち送り式アーチになっており、緩やかな階段が設けられて1階部分に入れるようになっている。2階部分は四隅に上に作られ、が、それぞれの向かい合う部分先端部分は緩やかなスロープが設けられあたかも小さな球技場のようになっている。 前述した緩やかな階段は、その小さな球技場の真下に来る仕組みになっている。その階段は、球技を行った場合と同じように、地下世界への通路の象徴になっていて、それを通ることが神々との交流を行う神聖な行為になるように、作られていると考えられる。建造物4号で発見された名板はもともと、壁岸のピラミッドに伴うものであると推定され、 応答の継承などの儀礼を行う際に、絡み合った蛇によって表される、ゴールマーカーであるトラックスマラカートルなど様々な、球技のシンボルを用いたり、プルケシュの亀を用いることが必要だったことを示している可能性がある。即位儀礼の様子と考えられるものは断片的ではあるが、北の球技場の壁面パネルに刻まれ、球技マーカーの前で王が即位する様子と推定される。 ものが描かれていると考えられる。時期的には古典期中期の様式と思われる。円柱の館には古典期終末期の王が球技場の床近くで身分の高い人物だったと思われる捕虜を犠牲に捧げている様子が描かれている。一つか二つくらいしか球技場がない他のメソアメリカの都市とは異なり、エルタヒンの球技は王権や宇宙観や 宗教的なイデオロギーの中心的な役割を持っていたために、球技場はエルタヒンという都市自体の宗教や設計思想の中心的な位置を占めていた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。